皆様こんにちは、深川康則です。前回にですね、引き続きこの、私のこの5月1日に出しました、東京案内、愛国者のための東京案内、これのですね、ご説明といいますか、少し、解説をですね、させていただければと、思っております。まだ書店でね、お求めでない方、ぜひともこの価格は1600円ですね、1600円ですプラス消費税ですけれども、今好評発売中でございます。でこの愛国者のためのというふうにね書いてます。あえてねこういうタイトル、これは編集者がですねうまいことつけてくれたんですけども、単なるガイド本には私もねしたくないなということでね、そこでいろいろと相談してね、やっぱりその保守系のですね、人たちにこうグッとくるようなね、そういう中身にしたいなと、で私も年をね重ねるごとにですね、だんだんとこうねやっぱり保守に傾いていくんですね、面白いことに。高校時代はね左翼でしたけどねまさに、三律家闘争とかね、そういう経験もございますけれどもね、そのやはり、それなぜなのかなとね、右翼から左翼になる人っていうのはね、非常に、極めてまれですけどもね、かつて若い頃左翼でね、今もう50、60になってね、左翼だとという人はね珍しいんです、逆にね、むしろコンサーバティブに、なってる人たちが非常に多いですね。その中の私もね、一人なんですけれども、やはりその靖国神社の意味とかね、天皇陛下のね存在の意味とかね、そういったものがねやはり若いとねわからないんですね。これしょうがないなと私は思います。私もね随分その、高校時代大学時代にですね父親にねその新年の一般参賀ね、昭和天皇でしたけどね、行こうとね誘われても一度も私は行きませんでしたね。言うこと聞かなかった。靖国神社にもね、一緒に行こうと言われてもね行ったことがなかったですね。ですからねそういう親の気持ちといいますかね、やっぱその辺がねだんだんと分かるのがねやっぱり中年以降になってからなんですね。で、先祖の尊さ、先祖に対する思い、尊数の念とかね、そういったものもね年とともにねやっぱりこう生まれてくるんでね、今若くてなんかね勝手なことを言ってる、このね、親不孝なやつらがたくさんいますけどね、それはねそれでね、少しずつね、この大人になるにねつれてね、自分なりにね悟るところが、そういう人もあると思います。長い目でね見てやってほしいなというふうに思います。で、この、東京案内なんですけどもね、これはやはり私はね都市論ではあります。確かに私は都市プランナーとしてね、仕事を長年やってきましたんで、そういうね、都市の姿とかね、そういったものに非常にこう関心があって、東京がね世界、都市として、ここまで成長してきた、それなりのこの意味合いをね、前回お話ししたかと思います。でね、都市論であると同時に私はこのやっぱり人間論なんですね、これね、人間論がなければねこれ非常にねつまらないんですね、物理的なね植物的な都市っていうのはねこれないんですよね。そういうものは、そういう都市の発展っていうのはね、まずありません。今日ですね世界都市と言われるねロンドン、ニューヨーク、ね、東京、パリ、こういったのも見てもですね、東京は先ほどねご説明したようにそういう風水の思想とかですね、非常にこう、宗教的なですね、成り立ち、があると
いうことが、お分かりになったと思います。でね、これはロンドンはどうなのかと。このロンドンもですね、実はね、このセントポールというね、現在のシティがございますね、中心部。このシティの守り神というのがセントポール寺院なんですね。うん。で、そこから発展していってるんですね。で、まあ、前回ご説明しましたけども、東京の、リアル東京の15区ですね。15区はこの、のの字型にですね、ぐるっとこう回ってますけどね。ロンドンの場合はですね、この逆、左回転ですね。ですからそのシティからですね、セントポール寺院からテムズ川を挟んで左回転でずっとこうね、区割りがなってますね。で、逆にですね、そのパリはですね、やっぱり東京と同じなんですね。うん、パリ16世ですけれども、これはイル・ドゥ・ラ・シテっていう、まあ、シテ島ですよね。シテ島からですね、やっぱのの字型で1区、ね、2区、3区、ぐーっとね、螺旋形にですね、区が、割り振りされてますね。うん、その中心になるのが、この前火災にあった、そのノートルダム寺院なんですね。で、それを考えてもですね、やはり、寺院があって、そこでね、都市がですね、この、発展していく。当然、川のそばですからね、物流の、そういう、物流に便利。そして、飲み水もね、そこから、まあ、供給できるということがあってね、当然自然発生的にね、集落ができたわけですけどね、そこで、ある程度の規模になると、これやっぱり、信仰のね、中心となるような、建造物といったものをみんながね、やっぱり求めていく。まあ、そこでできたのがパリは、ノートルダム寺院だしね、ロンドンはですね、これはセントポール寺院なんですね。で、ロンドンの場合には、そのウェストミンスター寺院というね、もう一つ、中心となるですね、寺院が、まあ、近くにありますけども、それはまあ、いわば、イギリス王室のね、これ、菩提寺なんですね、徳川家におけるですね、寛永寺とか増上寺にあたる、寺院が、これがウェストミンスター寺院ですね。ですからそこに、まあ、イギリス王家のですね、ウィリアム・ザ・コンクラーという、まあ、ノルマン・コンクエストのね、1066年以来ですね、ずっと、王家の墓にもなってますし、そして、その王様のですね、戴冠式、冠戴式ですか、失礼。その時にもウェストミンスター寺院がですね、使われてますよね。ですからそういう、まあ、寺院の位置づけは違いますけども、ロンドンはあくまでもセントポール寺院からですね、左回りのね、反時計回りにですね、こう発展していったということですね。じゃあニューヨークはどうなのかというとですね、ニューヨークはですね、まあそれはマンハッタン島が細長いね、島ですけれども、ただね、ちょっと、注意しなければいけないのがですね、先ほどから、まあ前回からですね、お話している、その山手線ですね、山手線がですね、60平方キロメートルぐらいあるんですね。で、その内側がですね、それと全くね、その、マンハッタン島の面積が同じなんですね。うん、マンハッタン島の面積、マンハッタン島はもっとね、細長いんですけど、山手線はね、もう少しふっくらしてますけども、全く同じ面積なんです。でね、その、マンハッタンはどうやって発展していったかというと、これはもう先端部分のロワーマンハッタンって言ってるんですけれども、その先端部分のね、ここはもう交易がね、盛んに行われた、港町ですよね。で、そこで、その、ウォール街というのがね、できるわけですね。うん、で、ウォール街に、なぜウォール街がね、どんどん成長、まあ、拡大成長していったのかというと、やっぱりそこには守り神としてですね、これは、ウォール街のですね、ちょっとどう忘れしましたね、この、教会があります。黒いね、教会がございますけどもね、この、まあ、セントパトリックは、これは5番街ですけどね、ウォール街のね、ちょっとまた、皆さん方もお調べいただきたいと思います。私もね、また、後で調べておきたいと思いますけどね。
このウォール街の非常にこの中心となすですね、教会、がございます。やっぱその教会をですね、中心にですね、ウォール街というのが発展していって、そしてまあ、そこからね、南からどん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 と北へとですね、まあ、5番街がぐーっとね、大体10キロぐらいのね、なんか5番街が、北へ伸びてるんですけどね、まあ、そういう、都市構造になってますが、ですから、東京のですね、その、都市がね、いかにこう、まあ、宗教都市といいますかね、信仰都市であるかと、それは別にね、東京に限ったことではないと。ニューヨークもね、パリもね、そしてロンドンもですね、これは宗教都市なんですね、元が、でなければですね、発展はしないわけです。人間というのはね、やっぱり植物的なね、ものをね、中心として、考える、合理的に考える、もちろんそういう考え方もありますけれども、やはりあとの 50% はね、霊的な存在なんですね、だから霊的に満たされなければですね、やはりその都市というものもですね、人は寄ってこない、人間もね、成長していかない、ね、まあ、そういうことで、その私がね、まあ、ここで、この本で申し上げたかった、ことはですね、まあ、そういうことなんですけれども、それと、まあ、ここにちょっとね、書きました。この、まあ、現代日本と言ってもいいと思います。近代日本と言ってもいいと思います。で、この東京をですね、語るときに絶対に外してはならない、軸、基軸というのがですね、この明治天皇に始まり、乃木丸助大将、そして昭和天皇というね、この太い一本の軸をですね、やはり、意識しないとね、これ東京のね、やっぱり姿、成り立ち、その中身といいますかね、これが、よく見えてこないですね、まあ、これをちょっとまた後半でですね、お話ししたいと思います。